はいどうも、ざわと申します。プライマルハーツ続きの方をやっていくんだけど、まあ前回ね、結局、もうカレーでもナポリタンでもないんだと。もうそれよりも、いい、第三のね、選択肢を作ってしまえば、まあお互い折れざるを得ないんじゃないかと。カレーよりもナポリタンよりも、よりリーズナブルで、より美味しい、高級感のある、もの作っちゃえばいいんじゃねということで、主人公どうするんでしょうかね。そんなもん作れんのかいということで、じゃあ行きましょう。というわけで話 は決まった。今は店長に閉店後厨房を使わせてほしいと交渉中である。ちなみに駒形はバイトの真っ最中だ。まあ、別に手伝えるわけじゃないもんな。そりゃいいわよ。おお。あと片付けさえしてくれれば好きに使っても。だって他ならぬボーイの頼みですもんの。んとのやめて。んとの。ありがとうございます。戸締まりも掃除もちゃんとしておきます。もういちいち律儀なのね。そういうとこかわいいわ、縦脇ボーイ。そのボーイがなければな、めっちゃ普通にいい人なんだけどな。そう今ものすごい王冠が背中を走ったぞ。その心意気に免じて、食材や材料代もいらないわよ。私のおごりってことにして、あげる。それがなければな。いやだからそれがなければ普通にいい人なのよ。私のか。おお、マジ。さすがにそれはま悪いですよ。ちゃんとお支払いしますから。なんなん、大人に甘えられるのは学生のうちだけなんだから。うん、遠慮しなくていいのよ。うえ、絶対に払います。本当利子つけて払いますから。急に後ずさりなんかしてどうしたの。この人から恩を受けると何されるか分かんないってことじゃね。あとあと、あん時こうしてくれ、こういうことしたわよねみたいなね。まあ、ちょっとなんか無言の圧みたいなね。いやだってなんで手にワセリン持ってんすか。あれ、まさか厨房を貸す代わりにとかそういうパターンなのか。あらやだ、雨が降りそうって思ってたらいつの間にか手にしてたみたい。どういうことなんだよ。いやどういうことだそれ。外に止めてやるアメリカンバイクあるでしょ。おー、ありますね、あの立派なやつ。あれ実は私のでね、雨が降ったりしたら錆びちゃうから、その錆び止めにこのワセリンを使ってるのよ。あの、じゃあ特に深い意味はないということで。深い意味はないとか言うとね、まあ俺が知ってるような感じに なるんですけれども、まあ俺は知ってますけれども。はい、ワセリンを使うようなことを。そうだったんですか。ワセリンの謎が解けて安心した。いや本当にそれだけとは限らないぞ。それでいつもポケットに入ってたわけか。はあ、マジで腰が抜けるかと思ったぜ。腰が抜けるかとな。駒形のバイトが終わり、店長も帰った喫茶店。入り口の電気を落とし、看板もクローズドに変えた。悪いな駒形、こんな時間まで付き合ってもらっちゃって。それはいい子なしだよ。だってもともとは私が君に頼んだことなんだから。帰りは送っていくから時間は心配しなくていいぞ。お、頼りがいがあるね。それじゃあ私も頑張っちゃおうかな。おうよ、試食は任せろ。でも作るのは駒形に全て任せた。なぜなら俺は料理が壊滅的に下手だからだ。いや、そうなんだ。意外とできるのかなと思ったけど、幼い頃に母と死別して男で一つで育てられたせいか、俺は豪快な料理しか作れない。ああ、もう結構あれなんだな、きついその家庭事情があるんだな。鍋にぶち込んで煮りゃ食える、焼きゃ食えるで育ってきたからな。あ、本当に豪快だな。それで私の協力がないと無理ってことだったんだね。駒形って料理とかうまそうじゃん、女の子っぽいし。そう言われると悪い気しないね。おう、真っ赤になりながら恥ずかしそうに頬をポリポリと書いていた。まあでも家庭的と言われたら、まあ
やっぱそんな感じはするよな。よし、気合も入ったし全力で作るから期待しててね。鼻歌を歌いつつエプロンをつけて厨房へと入っていく駒形。そして慣れた手つきで手際よく料理の下準備を始めた。お待たせしました。じゃじゃーん、ゆずき特製カレーパスタの出来上がりだよ。うわー、カレーパスタか。なるほどね。あんまり俺は好きじゃないんだよな、カレーパスタ。だったらデミグラスソースの方が好きみたいな感じになる。なんか、ハヤシパスタ。ハヤシライスじゃないけど。デミパスタの方が好きなんだよな。どうしたの？君に言われた通り作ってみたんだけど、うん、やっぱり変だったかな。どうしたの？いや、そうじゃないんだ。今更ながら冷静になってみるとだ。これって女の子の手料理ってやつじゃね？本当に今更だな。小学校の調理実習のおこぼれにさえありつけなかった俺が、こんな可愛い子の手料理をゲットできるなんて。小学生の調理実習のおこぼれ、なかなかでもありつけないよね。それもそっちもな、あんまりありつけなさそうではあるけど。結構レアではあるけど。いきなりむせび泣いてるの？気にしないでくれ。男には泣きたい夜があるんだ。それより早く食べてみてよ。それよりね。冷めたら美味しくなくなっちゃうしね。ではいただきます。ほかほかのパスタをカレーに絡めるようにして食う。あ、すくうか。いや、女の子の手料理心していただきます。パク、もぐもぐ。どうかな。微妙だろうな。いや、俺もそう思うよ。俺ね、一回やったことあんのよ。カレーが残ってるわ。あー、でもスパゲティもあるわ。どうしようかな。じゃあスパゲティとカレーちょっと混ぜてみるかみたいな。めっちゃ微妙なんだよなあれ。いや、物自体は悪くないんだ。味付けもいいし、駒形の料理の腕は確かだぞ。そこは自信を持っていい。ただカレーの味が強すぎてナポリタンの風味を完全に消しちまってるんだよな。ナポリタンにしたの？ナポリタンをぶち込んだの？本当にそのまま？どれって、確かにそうだね。これじゃあダメだね。そりゃそうよ。いっそどっちも混ぜちまえと思ったが、安直すぎたか。試そうと思った気持ちはわかるよ。だってカレーって大抵の食材と相性がいいもん。まあね。だよな。何にでも合うよな。ハンバーグだろ、シーフードに野菜だろ、それから揚げ物も合うよね。コロッケカレーとかカツカレーとか。ワッキーなあ、駒形、新メニューの決戦投票って2日後だったよな。やばいな、2日後は。そうだけど、それがどうかした？明日、学食を借りることってできないか？可能ならおばちゃんにも手伝ってもらいたいんだが。事情を話せば多分大丈夫だと思うけど、でもどうして？思いついたんだ、会心のメニュー。おお？なんだ？え、マジでなんだろう。駒形を送った後、帰り道で一人考えをまとめる。第三のメニューのアイデアは決まった。あとはおばちゃんの協力を得られれば形にできると思う。これでみんなが納得してくれればいいんだが。まあでも相当自信はありそうだね。まあ何にしても、あとは明日次第かな。と、あぶな。気をつけろ、バカ野郎。どうやらこの時間帯は柄の悪い人たちが増えるらしい。おい、大丈夫か？送っていくんだよな。さっきから泥酔したサラリーマンや、あから顔で大騒ぎする大学生たちと何度かすれ違っている。深夜に近いこの時間帯に、こういった連中が増えるのも、都会らしいといえば都会らしいが、まあそんないないけどね、実際は。まあ相当深夜になればまあいるけど、酔っ払いが。
俺が住んでた田舎だと夜の9時過ぎにはもう近所の電気が消えてるレベルだったもんな。まあフィリピンの、まあ、うちの母さんのね、がフィリピン人なんですけど、方の実家だと、まあ、相当田舎なんですけど、もう電気全然ついてない真っ暗だから本当に真っ暗、うん、闇よ。なあなあいいだろ、そんなエロい格好して男誘ってんだしさ。うわやばいのいる。こんな時間に一人とか家で、それとも彼氏に振られた、なんでもいいけどさ、俺たちといいことして遊ぼうぜ。うん、裏路地に近い通りから何やら声が聞こえてくる。声の下方を覗き込むと男たちが女の子に絡んでいた。おまたか。嫌だっつってんだろ、話せよ。お、女性の姿は見えないが、声から察するにおそらくは学生か。それを囲んでいる連中は、て、マジかよ、この前喫茶店にいた奴らじゃねえか。やれやれ、まったく随分と嫌な縁があるもんだ。こんなデカパイぶら下げといて、うん、何すました顔してんだよ。ちょっとビッチの声みたいな感じではあったな。今まで何人の男を食ったんだ。うん、2桁か、それとも3桁言ってんのか。3桁言ってる可能性ワンチャンあるかもな。でもなんかちょっと嫌そうではあったね。なんかまあでもさすがに襟好みはするか。んなことしてねえよ、マジムカつく。おいおい、あんま調子こいてんじゃねえぞ。俺らどこのチームか分かって舐めた口聞いてんだろうな。チームね、うん、知ってます、ルシファーさんをハミコにしてるグループですよね、うん、デビルサタンだっけ。どうしようか、あの不良たち俺の顔をしっかり覚えてるだろうしな。こういう揉め事はできれば避けたいんだが、まあ確かに。しかし通りには人もまばらで、誰も彼女を助けてくれそうにない。仕方ない、やるしかないか。ポケットに入れてた拳を固く握りしめつつ、大きく息を吸い込む。そして力強く一歩踏み出した。あ、おまわりさんですか。駅前近くの裏路地で女の子が。え、そうですそうです。こういう時は110番、庶民の味方を召喚するに限る。うん、さあ早くおいで、最強の召喚獣よ。いつまでもごねてねえでこっち来て、一緒に葉っぱでもしようや。やばいな、早くバハムート召喚しないとな。もうめんどくせえから、こいつ連れ込んでパコっちまうぜ。おお。話してよ。えい、召喚獣をのんびり待ってる場合じゃない、もうなるようになれ、自分が召喚獣になるんだ。いやいや、お待たせ、遅れてごめんね。それじゃあ行こうか。強引に女の子の手を取り駆け出そうとする。だって浮気。かわいい。何そのへへみたいな。いきなりビッチじゃないみたいなさ感じになるのやめて。ビッチさん、何してんのさこんなところで。何って、そりゃうちのセリフだっつうの。一応聞くけど、そこの怖そうな人たちってお友達だったりしないよな。31人の彼氏の一人とか。なわけねえだろ、こんな奴ら相手にするくらいならチンパンジーに餌やってた方が100倍マシだっての。それなかなかだな。そんなやりとりをしている間に周りをすっかり囲まれてしまった。あ、やばい、おめえはこの前のウィンナー野郎じゃねえか。俺たちの前に顔を出したもんだな、こら。ちゃんと覚えてんだな。いや、出したいわけじゃなかったんですけどね。まさか女の子が知り合いだと思わなくて、逃げ出すタイミングを逃したというか。見たところあのキメえオカマもいねえようだし。キメえな、やっちまうか。キメえオカマやめようね。まあ確かにちょっと若干俺もちょっと鳥肌立つけど、やべえなみたいな。まあ、キメえオカマやめよう。やろうぼこって名をパクるってか。これはやばいな。逃げるにしてもビッチさんを連れてはそんなに早く走れないだろうし、警察が来るまでなんとか会話で粘るしかないか。まあ警察自体はもう呼んであるもんな。おうおう、俺の手を握っているビッチさんから小刻みな振動が伝わってくる。まあチンパンジーに囲まれたらこうなっちゃうよな。
不良たちをきっと睨みつけている目元にはうっすらと涙も浮かんでいた。あ、でもあれだよな、チンパンジーの方が可愛いよな。ってことはあいつらチンパンジー以下ということだ。内心相当怖かったんだろうな。いつも俺をからかってくる気が強いビッチさんだってか弱い女の子なんだ。それをこんな風に泣かせやがって。男の風上にも置けない奴らだ。まあでも、この状況結構劣勢というか厳しいけどね。あ、やばい、いつもの俺を保ってられないかも。引っ越しを機会に変わろうと思ってたのに。どうした？もうあんな泥臭いのはやめて、都会に似合うシティボーイ的な爽やかな君になりたかったのに。でも俺の目の前で女の子を泣かせるなんて、お、やり手か？どうした？どうした？その電撃がビシーみたいな、これあれか、ゾーンに入ったか。その瞬間頭の中のスイッチが切り替わった。ゾーン状態か。お前ら覚悟しろよ。おい、なんだこいつの迫力は。ビビってんじゃねえぞ。 こんなのハッタリで。ハッタリかどうか試してみるか。立て脇、お前全然雰囲気が対等してた刀をここで抜いたか。悪いけど少しだけ目を閉じててくれ。すぐに終わるから。ビッチさんを安心させるためにポンポンと頭を撫でてやる。あ、ここから先を女の子に見せるのは少しばかり気が引けるからな。何カッコつけてんだてめえ。きっとバカしガンつけがすげえからって喧嘩が強えなんて思うなよ。喧嘩？ああ、そうか、一応お前たちにも殴らせとかないと過剰防衛になっちまうのか。何言ってんだこいつ、3対1だぞ。しかもてめえさっきから内股で腰が引けちまってるじゃねえか。あ、そうなの？マジじゃんだよ、やっぱハッタリかよ。女の前だからってビビってんのごまかすのに必死でちゅね、僕でちゅね。いいね、俺に言わせればそんなに堂々と大股を開いて歩けるのは急所を確実に守れる自信があるからなのかと聞いてみたいところだが。ちょっと待って、できるやつこいつ。ちょっと待って、この人できるやつなの？主人公くん、体幹もできてないし足運びも素人そのもの。そればかりか全身隙だらけ。おお、あまりにもひどすぎる。まずは急所への前蹴りで一人潰しながら残りの二人も仕留めるか。こらー、おおおお、まさかのすぎるな。え、強烈な後ろ回し蹴りが不良の後頭部に直撃した。え、久保島って何？やべえ、泡吹いてる。股間を押さえながら泡吹いてるよ。まさかの伏兵すぎるなそれ。いきなり回し蹴りとか、このチビ一体何なんだよ。この人もできるのか。誰がチビだ。口の聞き方には気をつけろ。うん、それよりお前たち、私の友人に手を出すと、いい度胸じゃないか。だこのチビは。小学生は家に帰ってママのおっぱいでも吸ってるやこれ。小学生強いんだ。口の聞き方には気をつけろと言ったはずだぞ。おお。姫、助けに来てくれたんすか。いやもう姫というかどちらかというと騎士だなこれは。いってー、なんて強烈な蹴り。で、姫って呼び名のチビ、おい、まさかお前天神平か。何これ、何その界隈では有名なあの天神平みたいな。天神平って、うん、あの天神平。ん、怠慢でチームを壊滅した挙句全員に反省文を書かせたっていう伝説の。何それ。チームを壊滅。おい、もう龍が如くじゃねえかよ。よく見ろこっちの女、愛の島の制服着てるじゃねえか。くそ、着崩しすぎてて分からなかったね。着崩しすぎてて。それでどうする、まだやるか。冗談じゃねえ。おい、つらかんぞ。
おい待てよ、久保島がさっきから股間を押さえっぱなしで壊れたぬいぐるみみたいになっちまってんだよ。おめえもそっち抱えろよ。あ、なるほどね。だからこの天神平さん、まあ姫さん強いから、春日さんか、強いから、頭を押さえてぐる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 やってる光景をあんなことならないのにって言ってたんだな、周りは。股間？うん、私が蹴ったのは後頭部だったはずだわ。え？天神平が首をかしげている間に不良たちが一目散に逃げていく。姫怖かったよ姫。あざといな。おいミッチ、ごめんね。もうやっぱビッチっていうさ、あれがあるからさ、イメージが。俺、あざとく聞こえてしまうな。姫、あ、でも、怖かったよな。たく、しょうがないやつだな。スケバンか、もう。そう言って、ビッチさんの頭を優しく撫でる。そのままの体勢でもいいが、話はしてもらうぞ。どうしてこんな時間に出歩いたりしたんだ。ちょっと下の妹が熱出したもんで、うん、氷と薬を買いに来たんす。めっちゃ家庭的。夜中まで空いてるドラッグストアここにしかないんで。めっちゃ家庭的じゃねえか。でもいろいろと迂闊でした、すいません。いや、そんな事情ならほら、うん、仕方ないな。でもお前はそれでなくても男に絡まれやすいんだから、今後は気をつけろよ。まあ、なんだ。あなたの方が気をつけろと言いたいところではあるんだが。そんなちっちゃい、ねえ、可愛らしい感じで。まあでも、ちょっと今は、その、さっきの一連の流れを見て、まあちょっとその言葉は出ないけど、まあ、この状況、周りから見たらね、逆だろうみたいな。はい、姫に助けてもらうのはこれで二度目っすね。おお。鼻をすすりながらもビッチさんがいつもの感じに戻ってくる。はあ、これで一安心か。俺も体の力を抜きと、スマイルスマイル。カンナ先輩、すんません、ナンパキャラはもうやめようと思ってましたが、こういう時は利用させてください。さんざっぱら練習したキメの笑顔で。それでお前は何をニヤついてるんだ。いや、女同士の友情もいいなってことでさ、ベイベー。恥ずかしいだろミッチ、そろそろ離れろ。もっともっと出てから。ビッチさんを引き剥がし襟元を正す天神平。ところで天神平もなんでこんな時間にほっつき歩いてんだよ。お前の場合下手すりゃ補導されるだろ、見た目的に。痛いところをつくじゃないかね。まあいい、それは置いとくが、私は別にほっつき歩いていたわけではない。見た目の話はするし、天神平が説明を続ける。すぐそこのビルで天神平グループの会合があってな。おお。それの帰りだ。ああ、やっぱグループなんかいいとこのお嬢さんなんだな。ビルを出てすぐ聞いたことのある声がすると思ったら、知った顔が不良たちに絡まれてたというわけだ。おかげで助かったっす。ナイスタイミングでした。そうだな、助かったよ。股間を押さえていたやつだけで、それ以上余計な被害が出なくて済んだ意味でも助かった。まあ血が流れなくてな。まあ血が流れるような痛みではあったけどな。一人はな、あのままだったらまたやってしまうところだったからな。何、どういうこと、やってしまうって何。ナイス不意打ちと言っておこう。お前、人をやっちまったことがあんのか。だが、女の子が危ない真似をするのは感心しないぞ。普段はチビだなんだと言ってるくせに、こういう時だけ女の子扱いしようって。お。通報があったんですが、うん、この辺で女性が絡まれてるのを見ましたか。ん？今さら警官か。そうだった。すっかり忘れていたが、召喚していたんだな。召喚はしてたが、ちょっと遅れたな。これは申し訳ないことをしてしまったな。もう大丈夫っす。
絡んでた奴らどっかに行っちまったみたいですから。そうだったんですか、それならよかった。ん？お嬢ちゃんこんな時間にどうしたんだい、ひょっとして迷子かい？お嬢ちゃん笑うな。こんな時間にお嬢ちゃん一人は感心しないな。そうだよな。ご両親は？学校はどこなんだい？はあ、こういうのは慣れっことはいえ、その度に身分証を出して説明をするのも面倒なものだ。面倒そうだな。よし、私ね、お兄ちゃんと一緒なの。だから迷子じゃないよ。ああ、そうだったのかい。でも、もうこんな時間だからね。ちゃんとお兄ちゃんと手をつないでなさい。あ、はぐれたりしたら大変だからね。やったー。手をつなぐのか。そうだよ。手つなぐどころかもう、ねえ、腕まで組んじゃってみたいなね。ね、妹だったらね、もう全然もう手つないだりとかしても大丈夫だよね。10年経つまではお兄ちゃんかもな。ごまかそうとして墓穴を掘ったその姿がさっきまでの勇ましいこの子とはとってとは似ても似つかなくて、吹き出しそうになるのを必死でこらえつつ、俺は天神平の小さな手を取った。あ、結局手つないでいくんだね、やっぱ。おわ、なにこれ、また新しい背景出てきた。なんかすげえ見たことある。いや、ちょっと正確には思い出せないけど。みんなで薬局に寄り、薬や氷を買い込んでから住宅街の方へと向かう。よし、じゃあ二人とも送っていくから、それでいいな。ありがとう。そうしてもらえると嬉しい。私はいいぞ。仮に変なのに絡まれても撃退すればいい。いいから黙って言うことを聞け。頭をくしゃくしゃとなれる。子供扱い。お前だって一応女の子なんだからさ、今日のところはおとなしく送られておけって。なでなで。さっきまで反抗してた天神平だったが、諦めたのかその場でコクンとうなずく。素直になでなでされてると年相応の女の子にしか見えない。もし俺に妹がいたらこんな感じなのかね。よし、それじゃあ決まりだな。おう、ローさん、誰？ローさん誰？駅前から離れるにつれて喧騒は少なくなり、この辺りはすっかり静まり返っていた。まあでもこういう家ってさ、あれだよな、もうだいたいコンビニ飯になるよな。便利すぎて、あの降りてきて、でなんかどっかからこう何横かららへんからこう降りてきて、でここ入って飯買って戻るみたいな。毎日これみたいなね。スーパーにすら行かなくなるっていう、そして不健康になるっていうね。駅前から離れるにつれて喧騒は少なくない。この辺りすっかり静まり返っていた。ここまで来れば大丈夫。いえ、もう目の前だからさ。首筋とか脇の下とか太い静脈が流れているところを冷やすのが熱を下げるのには一番効果的だから。うん、いろいろとありがとな。詳しいの？俺とビッチさんの仲だろ、遠慮すんなって。普段ビッチさんが俺に言ってくれてる風に返してみる。ごめん、さっきかっこよ。いや、なんでもねえや。うん。じゃあ、この礼は今度、たっぷりサービスしてやるっつうことで。おお。じゃあ、体でいいですか。また俺をからかうつもりだな。その手には乗らないぞ。いつものようにいたずらっ子な笑顔を見せるビッチさん。さっきまでのか弱い感じはもうすっかりなくなっていた。よかった、笑顔が戻って。俺の前で泣かれるのは勘弁だったからな。まあ確かに。それじゃあ、姫、ありがとうございました。縦脇もまたな。うん、また明日。ビッチさんが大きく手を振りながら走っていった。あいつ、ああ見えて結構世話焼きだろ。なんでビッチなんだよ。あんまり聞かないけど。ん？ああ、そうだな。
突然の振りに戸惑いながらも会話を続ける。みちには小学生の妹が二人いてな。まあそういう家庭環境だから世話を焼くことに慣れているのだろうか。へえ、姉妹がいたのか、意外だな。いろいろと誤解されやすいやつだが、根は真面目で優しい子なんだよ。彼氏の話だってそんなやつ一人もいな。ん？と余計なことを言うところだった。ん？言ったな。あ、なるほどね、そういう感じね。あー、なにこれ、サブビッチさん、サブビッチさんとかありますか、これ。いないか。まあとにかくあいつの見た目には惑わされず本質を見てやってくれ。本質をな。それは分かったが、なんでそんな話を俺に。ミチを助けてくれたお礼代わりもあるが、お前にはちゃんと知っておいてほしいと思ったからさ、私の大切な友人のこと。真剣ダメでそう語る。いやはや眩しいぐらいにまっすぐだね、この子は。こういう子に出会えてよかった。この町に引っ越してきてよかった。ひねくれている自分も変わっていけそうな感じがするから。では我々も行くとしようか。エスコートしっかりと頼むぞ。了解しました、姫様。姫に仕える家臣のようにうやうやしく礼をし、一緒に歩き出した。なんかこっちはこっちでいろいろ事情ありそうだな。プライマルハーツ、おお。春日天神平。へえ、なんかそんな事情があるんすな。じゃあもうちょい見る。まあまあまあ、結構長めにね、毎回毎回撮ってはいるんで、もうちょいだけ見るか。うわあ。天神平たちと別れた後、新メニューのレポートをまとめてたら結局徹夜になってしまった。シャワーでも浴びて眠気を覚ますかと。いや、そういや飯も食べてなかった。何かあったかな。冷蔵庫を開けるがろくな食材がない。あるのはオリーブオイルだけ。なんでこんなに買い込んじまったんだろう。しょうがない、食パンでも食べるか。ジャムもバターもないけど、もうじゃあオリーブオイル塗っとけ。もしゃもしゃ、うん、味気ない。いっそオリーブかけちまうか。レポートにミスがないかチェックしながら、粗食をむさぼう。やべ、書き残しがあった。おばちゃんにも見せるんだし、ちゃんと書いとかないと。でもなんとか構想も固まったし、今日中に全ての決着をつけよう。おー、よし、やるぞ。いろいろ。おはよう、ワッキー。うん、早速なんだけど、おばちゃんに連絡したら詳しい話を聞かせてほしいって。あー、頑張ってんだな。でも学食について、早々駒形からいい知らせが舞い込んでくる。学食で待ってるからいつでもおいでってさ。あー、いいね。お、それじゃあすぐにでも行こうか。うん、そうしよう。なるほどね、そういうことなら好きなだけ厨房を使うといいさ。私も一緒に手伝ってあげるよ。おお。とは言っても忙しいお昼時は仕事を優先させてもらうけどね。え、それは分かってます。ありがとうございます、マドモアゼル。やだよ、お嬢さんだなんて。ん、食材も全部好きに使いな。ちょろいな。これで問題を一つクリアできた。こうやってどんどん進めていくぞ。全員が納得するメニューを絶対に作ってやるぜ。うんうん、その意気だよ、頑張ろう。まあ、両陣営がな、全員は厳しいかもしれないけど。へえ、待ちに待った昼休み、さあご飯食べに行こう。で、あれ、立脇氏もういないの？せっかく一緒にお昼食べようと思ったのに。そういえば、ゆずきっちもチャイムが鳴った瞬間に教室を飛び出していったな。二人して何やってんだか。あら、拙者の携帯にメールだ。拙者。何何？お昼はおかわりなしにしておいてくれ、理由は後で話す、立脇。何これ。おめえの体脂肪を気にしてくれたんじゃねえの。ま、言われた通りにしとけ。しかし昨日の礼を言おうと思ってたのに、
タイミングが合わねえな。リッチさん、その頃学食では新メニューの開発を急ピッチで進めていた。ごめん、ピッチがビッチに見えた。ねえワッキー、茹で加減ってこれくらいでいいのかな。すまん、ぶっちゃけ調理に関して俺が役立てることはない。しょうがないね。どれ、ちょっと私が見てやるよ。あら、こんな忙しい時に。すみません、忙しいのに。それでこのくらいでいいんですかね。いい茹で加減だけど、ここからあと10秒ほど茹でるのがポイントなのさ。茹でか、パスタか。おばちゃん、 A 定食ちょうだい。はいよ、 A 定食お待ちどうさま。このお肉、思ったより硬くて包丁がなかなか通りませんね。肉、そういう時はね、角度を変えるのさ。肉の筋に合わせて包丁を立てれば、ほら簡単だろ。あ、本当だ、すごい。調理で役に立たない俺は皿を洗ったりしておばちゃんを手伝うことにした。ラーメンと餃子頼むよ、マドモアゼル。やだよお嬢さんだなんて。毎回やってんのかこれ。はい、ラーメン大盛りにしといたからね。毎回やってんのかこれ。飽きない。はあ、改めてすごいよねおばちゃんって。まあ俺たちに指導しつつ自分の仕事もこなしてるんだからな。マジで超人だ。私たちは超人にはなれないけど精一杯頑張ろうね。おう。あれ、立脇くんってもう帰っちゃったの。そう、とりあえず姿は見えないっすね。さっきね、立脇くんから初めてメールが来たんだけど、もう先生興奮しちゃって。まあ後で学食に来てくれってやつっすか。いや可愛いな。どうして内容知ってるの。天道会メンバー全員にも同じメールが来てたでござるよ。あ、ってことは両陣営にってことか。何それ、二人だけの秘密の話し方を持って期待したのに。いやもうずっと可愛い。問い詰めたい、今すぐに問い詰めたい。でも今から職員会議に出ないと教頭先生にまた怒られる。それはそっちだな。どうする私、どうする。いや、さっさと会議に出て終わってから合流すればいいんじゃないですか。うん、そうね。先生これから職員会議だから、それが終わったら行くねって伝えといて。大変だな。すまないねカズちゃん、倉庫の棚卸しまでさせちまって。いやいや、俺にできるのなんて力仕事くらいのもんですから、他にもあればやっちゃいますよ。カズちゃん、カズちゃん、ほんと助かるよ。この年になると重いものが腰にくるからね。てか人が少なすぎるんだよ。ところで駒形の方は大丈夫ですかね。今ちょうど最後の仕上げをしてるところさ。そうなんですか。そんな大事な時におばちゃんがいなくて大丈夫なのかな。大丈夫さ、あの子は筋がいい。何せ素直だ。何でもハイハイってすぐに吸収しちまう。もう私がいなくても問題ないよ。なるほど、何でも吸収しちまうか。あー、優等生何がしがあるのかな。いいね、ゆずきさんルートいいよ。ちょっとゆずきさんルートに傾いてきたな。この超人おばちゃんに太鼓判をもらうと、駒形やるな。これは俺も負けてられないな。それじゃあ他のも一気に運んじゃいますか。何作ったんだろう。結局ね、全ての準備が整った。さていよいよ本番だ。さあどうなる。そろそろ来る頃かな。そうだね、私ちょっと緊張してきたかも。大丈夫だよ、この私が OK を出したんだ。自信を持ちな。と、ほら来たぞ。それじゃ私は厨房の方へ戻って用意をするさね。お願いします。私もみんなに説明したらすぐに手伝いに入りますから。
ゆっくりとした歩みで月下会生徒会長が目の前まで来る。おお、セナさんからか。こんな時間に呼び出すなんて一体どうしたんですか。まあいろいろと事情があってさ、とにかく話だけでも聞いてよ。どうせまたくだらないことでも思いついたんだろう。そんな暇があるなら37の票を月下に入れるよう手を尽くすべきではないのか。まあ37に一番近いのはゆずきさんだがな。今ん呼んだか。うわ、そのすす汚れた格好は一体なんだね。これに関しては流してくれると助かる。それよりも今は大事な話があるんだ。集合場所はここでいいのか。おう、うん、こっちこっち。お前たちも来たのか。なんだよ、うちらが来ちゃ悪いのか。てか、うちらが来たのは立脇に呼ばれてなんだけど。わざわざ呼び立てて悪かったな。もうちょっとで用意できるから、それまでね、それまで座っててくれ。て、おめえなんだその汚れ。ほれ、これ使っていいから拭け、さっさと拭け。意外だ、ピッチさんハンカチとか持ってたんだ。こういう時にスッとハンカチとかティッシュとか出した方が男受けいいだろ。ポイントを稼ぐ必須アイテムみてえなもんだな。男受けね。ケラケラと笑いながら取り出したハンカチで頬を拭いてくれる。ったく、こんなに汚れやがって。一体何やってたんだよ。それはと、ちょっと近いって。ボリュームたっぷりのあれが当たってるって。やったね。うにょんって形を変えるくらい押し付けられてるって。わーお、あれに挟まれてしまったら、あーネクタイになりたいってな。やめましょう。この話はやめよう。柔らかい、あれ柔らかい。真っ赤になっちゃって、おめえほんとこういうのに弱えのな。もう最高に弱いのよ。いや、ちょ、離れて。役得みてえなもんなんだから、こういう時は黙ってた方がより長時間おっぱいの感触を楽しめてお得だと思うぞ。それはそうだ。わざと押し付けてたのかよ。にひさあな。はしたなすぎるだろ。年頃の女の子としての慎みをもう少し持ってくれ。きめえやつとか嫌いなやつにはこんなこと絶対しねえんだから、そんな言い方はひでえよ。どうした。え、いや、そのおい、騙されるな。マジになってやんの、超ウケる。くっそ、完全に遊ばれてるじゃないか、こんな注目の中で。最悪だな。昨晩の妹さんの一件でビッチさんの家族思いな一面とか意外な顔も見れたと思ったのに、いつも通り、いやそれ以上の小悪魔になってるじゃないか。たく、さんざ待たせやがった、罰だこの野郎。悪い悪い、思ってたより時間がかかっちまってさ。でももうすぐだから。はあ、そっちじゃねえよ。ん、ほらほら、ワッキー、おしゃべりしてる暇はないよ。なんだろうね、このヒロインじゃないこのビッチさんとユズキさんがこうバチバチやってるみたいな。おっと、そうだった、すま。駒形に促され、頭を切り替える。あのさ、私のハンカチも使う？ついでだから拭いてあげようか。そんな暇はないだろ、用意を急がなくちゃ。それはそうなんだけど、ほらやっぱり汚れてるし気になる人も多いかなって思うし、だから拭いてあげるよ。じゃあ拭きながらちょっと、じゃあ押し付けていただけると。どことは言わないけど、とりあえず今は時間もないからこれで十分だ。それでぐいぐいと頬を拭うと、白かった袖口が薄黒くなる。あっちゃ、こんなに汚れてたのか、思ってた以上だな。まあ服は後で隙を見て着替えてくるわ。ああ、うん。ん？どうした、なんかしょんぼりしてるけど。あ、気のせいだよ。それより早く用意の続きをしないとね。その場でくるんと急旋回すると、厨房の方にパタパタとかけていった。うわぁ、立脇マジで気づいてねえのか。こりゃ駒形もかわいそうに。もうみんなかわいそうだよ。ん？何が？なんでもねえよ。
それよりうちらを呼び出して一体何を見せてくれんだ。立脇氏の言いつけ通り、昼ご飯おかわりしなかったからもうお腹ペコペコだよ。おかわりしないだけで何なんだそれは。春菜邸に来るまでのお楽しみっていうことだったけど、そろそろ教えてくれるのよね。ええ、もうしばらくお待ちください。できたよカズちゃん。どうやらちょうど完成したらしい。ベストタイミングだ。ありがとうマドモアセル。やだよお父さんだなんて。たくさん作っておいたからね。構文じゃん。マドモアゼル、やだよお嬢さんのこの流れ、絶対確定じゃんもう。さてさて、長らくお待たせしました。これが新しく提案した学食の新メニューです。うわー、どうしようかな。もう行くか。ウェイトレスをしている時の笑顔そのままに駒形が料理を運んでくる。わお、なんだこれは。ナポリタンとカレー、それにとんかつが乗っているか。もう、あ、そういうことね。もう、あの、カツカレー定食にしたってこと。定食で、ね、いい配分で、かつ、ちゃんとこう、どっち、両陣営の、ものが入ってるっていう、そういう感じにしたのか。トルコライスのようにも見えるけど。トルコライス？ピンポーン！正解です！さすがカンナ先輩！おばちゃん特製神戸風トルコライスです。まあ論より証拠、まずは食べてみてください。ブッシー。もう我慢できないでござる。いただきまーす。そうでござるか。こら、もう少し待てや。なんでこれを作ったかの説明をまだ聞いてねえだろうが。うまっうまっ。ナポリタンとカレーだけでなくとんかつまで楽しめるなんて最高でござるよ。でもこれどうなんだろうな、その費用的には。まさに三味一体とはこのこと。すべての旨味が調和した味の万国博覧会なり。普通にリポーター面白そうだけどな。もうなんか YouTuber とかやったらどうだ。なるほどな、これがお前の答えか。いろいろ考えた結果こうなったっていう感じかな。一切包み隠さず素直に自分の結論を述べる。この子に対しては嘘が一番してはいけないと思ったから。おお、まあ、素直にね。まるで俺を寝踏みするかのように頭のてっぺんからつま先までゆっくりと視線が動く。なんで？なんで？何を思ってそうしているのかはわからないが、生徒のために一番いい政策をと言っていた天神平なら俺の意図を分かってくれるはずだ。こういう時はちゃんとね、そのなんていうの、もう普通にトップとして見てるんだよな。ちょっとふざけ出すとな、子供としか見れなくなるっていう。ははいいだろう。だがまずは肝心の味見をしないことには賛成もできない。天神平さんの反応、ワッキーの予想通りだね。駒形と顔を 見合わせうなずきや。まずは第一関門突破だと言っていいだろう。スプーンでいい？それともフォーク？どちらでも構わんさ。カナ、ミチ、お前たちも食べてみろ。その上で忌憚のない意見を頼む。ええ、わかったわ。それじゃあいただきます。カンナ先輩とビッチさんが一緒に試食を始める。おいしい。3つの料理を交互に食べることでお互いの良さを引き立て合ってるのね。うん、うまいっすねこれ。3種類あるおかげで量があるのに飽きも来ねえし。あー、こういうのいいよね。なんかさ、謎にこう弁当に入ってるさ、そのねえ、あのパスタとかさ。あやこれって思うけどさ、カツの下とかに埋まってるやつでも、ああいうのがあるからやっぱいいんだよな。うん、このナポリタンは学食と同じ麺を使っているのか。これはコストを抑えるためだな。それもあるけど、学食の麺は学生用におばちゃんが特別にブレンドしたものなんだ。だったらそれを生かさないのはもったいないかなって。あの麺にそんな手間暇がかかってたんですか。
ソースだって市販のケチャップとサラダ用のトマトの余った部分をペースト状にしたものをミックスしてあるのさ。おこうすれば値段も抑えられて食感も損なわないんだよ。ガチだでもさ、これだとなんだろうな、高級感がっていうところはないか。トマトもおばちゃんが毎日厳選してるやつだから味も保証付きだよ。とんかつも拙者の大好きな学食と同じとんかつでござる。このロースの脂身がうほほ。分かったから、てめえはちっと落ち着け。食いながら喋んなよ。ったく、こんなに米粒飛ばしやがって、ほんと汚ねえな飛ばしながらそれガチで汚いやつや。ぐちぐち言いながらもビッチさんが飛び散った米粒をふきふきと拭いていたまあまあこういうところはな。なんだよ。いや、家庭的なビッチっていうのは斬新だなぁと。うちのことはほっとけ。ったく、おめえ目立たすぎんだろ。今のはさっきやられた仕返しってことで。くむやろー。くむやろー。覚えとけよ。後でからかい倒してやっかんな。こう見るとやっぱ可愛くなってくんな。やっぱビッチかビッチじゃないかって結構大事なんだな。おかわりいいでござるか、大盛りだ。だからてめえはいちいち米粒飛ばすなって言ってんだろうが普通に汚あらあら、水のりくん、他の人の分もちゃんと取っておかないとダメよ。ビッチちゃん、一旦ね、水のりくんから離れた方がいいぞ。おー、しまった。わお、ついあまりのうまさに我を忘れてしまったでござる。おお、そうでござるか。嬉しいね、そう言ってくれるのが一番さね。あんたたちのそんな顔が見たくてこの仕事をしているようなもんだからね。クラガノさんも食べてみてよ、味には自信あるからさ。はい、それじゃあいただきます。駒形君、君は月下の人間じゃないのか。これはどういうことなんだ。これでは選挙が。どういうことって言われてもまあでもどちらかというと天道のやることだよな、こういう系は。なんかちょっと自由なというか。君ね。まあまあ、とりあえずこのカレー部分でも食って落ち着けって。こんな見かけ倒しの。うん。一応インディガ米を使ってそれっぽくしているようだが、所詮は。そうか。ごたくはいいから食えっての。小六口ぶらしこん。どうだ。うまい。しかもこれは本場の味付けじゃないか。なんなんだ本場の味付けって。意味がわからないんだよ、その本場の本場の何がしみたいな。でしょでしょ。おばちゃんに頼み込んで本場のレシピで作ってもらったんだ。本場のね。おお。そうか、それでか。待て、あの輸入専門の高級な香辛料たちをどうやって揃えたんだ。どうやっても何も、お前が取引業者を全部公表したんじゃないか。俺はそこに電話しただけだぞ。そうだった。暴利を貪っているわけではないと証明するために資産表を公開したんだった、ね、でもさ、そこからすぐ取り寄せられるというかね、電話してすぐ来るっていうわけじゃないだろうからな。それですごいな。そういうわけで、これならわざわざ本場の料理人を雇う必要はないよな。何せ言い出しっぺがうまいって認めたんだし。確かにうまいが、レベルも高いが。レベルもね。しかし、でも値段は。本場の料理人を雇わない場合、どれほど値段を抑えられるんですか。パスタももともと学食のとんかつも同じく、カレーだけはスパイスとかを仕入れたんで少しばかり値段が張ったけど、うん、そうだね、520円くらいでなら提供できるよ。おー、ワンコインちょっと出るぐらい、ちょうどいいじゃん。そんなに安く。おお。それなら期間限定特別価格なんていうごまかしを入れる必要もない。全くないね。一番コストがかかるインドカレーが3分の1以下の量で済むからね。本場の味を体験してもらうという目的を果たしていながら、このお値段で提供が可能なら、月下会が提案した高級インドカレーでは対抗すらできません。これは
議題自体の取り下げを検討した方がいいですね。およし。再び駒形と顔を見合わせうなずき合う。これで第二関門突破、残るは最後の一つだ。な、何を言っているんだ。そんなことでは勝負が。お、ここだよな。天道の奴らをギャフンと言わせなければ会長、あなただけでなくこの僕の立場も危うくなってしまうんだぞ。何なんだこいつらは。最後にして最大の難関がこれだ。天神平も倉賀野さんも生徒のことを思っているという部分が共通しているだけにまだ話が通じやすい。だけどゴミオのように勝負自体にこだわっている人だっている。それがいいとか悪いとかではなく、そういう人がいるのも事実だ。じゃあ別のことで競わせればいいんだよ。それに今回も決着がつかなければ各部の予算編成にも影響が出てしまう。目先の満足感にとらわれて対局を見失っていいわけがない。それは何かを言いかけるが黙ってしまう。駒形が言っていた通り、引き分け続きの現状に一番困っているのは彼女だ。でもこのまま引き下がってしまうようではこの計画自体が意味を失ってしまう。倉賀野さんに借りを返したいというのが駒形の最終目標だからな。俺は万事休すか。ゴミョ、おめえ何か勘違いしてねえか。何がだね。今話してんのはトルコライスがいいか悪いかだろ。それ以外の内下場は月下会だけでやっとけ。内下場などそんなつもりはないが。つもりはなくても内下場だな。いつもに比べて言葉尻が弱い。どうやらビッチさんの言葉が的確に痛いところをついたらしい。だったら黙ってな。せっかくの飯がまずくなっちまう。しかし選挙が、うん、争ったって腹が膨れるわけじゃないし、美味しければ何でもいいよ。というわけでゴミオくん、それさ、食べないなら拙者にちょうだい。これは僕の食べかけだぞ。これ僕のだぞっつって。美味しければ何でもいいって言ったでしょ。この癒やしん坊が誰が貴様などにやるか。これは僕の分だ。もうそこら辺で仲良くしとけ。もう仲良くなりそうだなお前ら。皿を抱えて何とか死守しようと必死に逃げ回るゴミを。かわいい。それは僕のだぞ。イケメンがねえ、スッスッとしてればな、普通にこう凛々しいイケメンなのに、これ僕のだ。いつもの高飛車メガネキャラと違いすぎて俺は思わず吹き出してしまうのもわかるな。まあな。こら、ミザノリ、てめえが癒しすぎて会長さんに笑われただろうがよ。俺は俺たちで一杯食わしてやったな。失礼しました。いや、いいぞそれで。今みたいな感じでいいのにな。逃げ回っていたゴミオに倉賀野さんが向き直る。停滞してた月下と天道の票争いが膠着状態から進展したとしても、値段の高いインドカレーでは生徒たちに負担を強いることになってしまいます。それは分かっている。美味しかったんですよね。それお皿を抱えて渡さないくらい。そうだ、確かにうまかった。それは認めよう。そうか。ではこのトルコライスと本格カレーを比べて、本当の意味で生徒たちのためになるのはどちらでしょうか。こっちの場合は月下に対抗して安さと量だけを基準にナポリタンを議題にあげたからな。正直味は二の次だった。生徒たちが本当に喜ぶものかどうかを置き去りにしていた部分も少なからずある。耳の痛い話だから。そうか、520円にしてはうまいカレー食えるからな。まあ半分は。あー、確かに。天神平さん、というわけで天道会はこのトルコライスを支持するってことでいいよな、みんな。拙者はもちろん大賛成。ナポリタンよりはるかに高カロリーでお得感もバッチリだし、意義なーし。高カロリーやめて。世間はちょうど B 級グルメブームだし、結構ウケるんじゃねえすかね。ってことでうちも賛成で。そうか、 B 級グルメブームの時かこれ。マジかよ。確かに悪くはないけれど。口元に手を当てて何やら考え込むカンナ先輩。まだ何か問題があったのか。いくつか立脇くんに聞きたいことが。お、カナカナ教から。ごめんなさい、職員会議が予定より長引いちゃって。カナカナ教祖から。
なんか言われそうなところでしたが、ちょっとね、もう1時間いっちゃうんで、今日はここまでにしておきましょう。はい。なんかいい感じにまとまったんで。ということで。いやー、すごいね。なんかいい感じ。トルコライスか。なるほどな。もうごちゃごちゃだったけどな、でも。あ、なるほどね。お互いにこう、いいところを、本当にいいとこドリップしたみたいな感じだったんだね。なるほど。はい、ということで、1時間経ってしまいましたが、ここまで1時間も長い尺見てくれてありがとうございました。はい。まあ、いい落としどころになったんですけれども。あとは、この先生が、どういうリアクションを示すかだな。で、どういう方向に進むか、まあ、次回、お楽しみにということで。まあ、俺はビッチさんがね、ビッチじゃなかったっぽいことの方が嬉しいです。見方が変わってきます。はい。ということで、バイバイ。